おはようございます。シネマトグラファーの岡田です。今回は前回に続いて、日本人カメラマンがデジタルシネマの最高峰ハリウッドで活動するにはどうすればいいのか、 LA で活動中の後輩クリエイターとの対談の模様をお送りします。ということで、前回の動画ではアメリカで活躍する日本の撮影監督と名門フィルムスクールを紹介したんですけれども、今回はアメリカで活動する上で必要となるビザのお話です。撮影関係の日本のクリエイターがアメリカで活動するために必要なビザには一体どんな種類があるのか、現地の肌感とかを交えつつ、そんな情報をシェアできればと思っています。動画の最後には次回予告と補足情報もあります。ということで、早速ご覧ください。どうぞ。じゃあもうこっから上田くんみたいにアメリカの映画産業で働きたい人が、はい、じゃあどういうプロセスを踏んだらそうなっていけるのかっていう足がかり的なことで、アメリカって特に厳しいと思うけど、ビザのこととか、あとは日本政府が行ってるなんかインターン制度とかがあるようなんで、そこら辺の話っていうのを上野くんが調べた感じの情報をちょっと話してもらっていいですか？はい、まあカメラマン、撮影監督に限らず、撮影業界でやってる人、例えば美術さんだったり衣装さんだったりヘアメイクさんだったりは、一番やっぱアメリカで働きたいってなった時に、一番最初に多分思いつくのは O1 ビザっていう、アーティストビザっていうものが一番最初に頭の中に浮上すると思います。ただ、O1 ビザは今、やっぱ昔よりすごい難しくなってるって、よく聞きますね。で、最長で3年取れるんですけど、年数が短いほど簡単と呼ばれてるんですけど、またその年数が終えたら、また、弁護士を雇って、また申請しなくちゃいけないんですね。で、その弁護士費用が、本当に腕のいい、弁護士さんを雇うと、100万ぐらいかかる。一回に。受かっても、落ちても、100万、まあ、払わなくちゃいけないっていうので、まあ、お金もかかりますし、法案はやっぱ難しいよねって、みんなやっぱ話になりますね。じゃあ O1 以外に何かあるのかって考えたときに、一人照明技さん、グリップの人で、日本人の方で、E ビザっていうので、はい、こっちにいる方がいるんですね。で、それは、投資家ビザと呼ばれるもので、常に投資をし続けなきゃいけないっていう責務が負わされるわけです、そのビザを取ると。だから、まあその方は、トラックを買ったりとか、で、それを乗せる照明グッズを買ったりとか、やっぱちょっと大変っていう声も聞いたことがあります、ね。ただ、その方はもう長く、その E ビザで、たくさん仕事を忙しくされてる方がいますね、一人、E ビザ。まあ、あと、H1、H ビザ。まあ、これは就労ビザなんですけど、これはこっちで、まあ、会社に所属して、まあ、その会社が、うちで面倒見ますよ、みたいな、っていうビザもあるんですけど、やっぱり、日本人、制作プロダクションがあって、そこから出してもらったっていう人の話も聞いたことありますけど、なかなかやっぱアメリカの会社に、その、就労ビザを出してもらうっていうのはなかなか難しいっていう話を聞いたことがあります、はい。結局上野くんがその目指しているビザっていうのは、どれに当たるのかな。で、僕はいろいろ考えてアーティストビザって思ってて、いろいろ自分の作品とか集めて弁護士誰にしようかなって考えてた時期があったんですけど、実はこっちでアイビザっていう、ものを知りまして、アイビザ。それが、はい。報道ビザって呼ばれるもので、日本にある、企業がスポンサーになります。それで、報道のために、アメリカに来ますっていう形で、じゃあ、撮影のために入ってきていいですよっていうビザですね。へぇー。なので、まあ僕だったらちょっと海外に、日本に行った時に海外に撮影に行く会社さんとちょっと取引があったんで、そこをスポンサーになってくれないかなみたいな
淡い期待を持ちつつ、うん、っていう感じで、ちょっとその辺も今調べてますね、詳しくは。詳しいところは。はい。ただ、あの、アイビズは、最長で5年もらえるんで、うん、やっぱ OINO よりも長い。しかも、うんうん、弁護士費用がかからないっていう意味では、うんうんうん、まあ、アイビズは狙い目なんじゃないかなっていう、そのこっちのにいる日本人の来る人たちでは、やっぱそういう話で、結構上がりますね、いつも。アメリカで日本の企業が撮影するケースっていうのがどういう想定なんだろうなっていう。はい、本当に報道とかかな、ニュースとか聞いた話は、なんかこっちにも NHK さんの支局があったり、日テレさんの支局があったりとか、うん、ロスアンジェルスにあるらしくて、日テレさん経由で、こっちでそのアイビザを出してもらうとかってトライした方もいますし、うん、まあ、いろんなケースがあるっぽいですね。いろんな撮影があるので、うん、なんか例えばイベント的にそのオリンピックの撮影がありますから来ますとか、うんうん、そう、世界遺産を取りに来ましたとか、うん、で、アイビザは割かし通りやすいと言われてます。うん、はい、なるほど。はい。で、まあ、ビザの、まあ、種類で、日本人のクリエイターがアメリカの産業で活動するには、だいたいそこら辺のビザのどれかを、はい、使ってやるのが、まあ、一般的というか、そっちのクルーの中では常識になってるってことだよね。はい。逆に日本から、日本の政府が海外で働くクリエイターを支援するみたいなプログラムもあるっていうことなんで、はい、そこら辺の話をするとどうなんだろう。はい。まあ、海外インターン制度と呼ばれるもので、うん、文化庁が主催でやってます。うん、まあ、インターンさせてもらえて、その間お金を支援してもらえるっていう、うん、制度が実はあります。いくらぐらい？で、値段で言うと、年間300か360ぐらいって言われてます。それは期間はどれぐらい？はい、1年間ですね。うん、で、その、例えばなんかインターンのために、なんか技術を学びたいために行きたいですっていう人に渡される場合もありますし、うん、あと例えば大学とか、うん、こっちはもう 学費がすごい高いので、うん、なんかそれに、当てるために申請して、うん、それをもとに学校に行ったっていう人もいるっていうのは話していたことは。それは返済の義務があるんですか？あ、返済の義務ないんです、実はそれ。ただ、うん、やっぱ返済がないので、たくさんいろんなジャンルのアーティストの方が、うん、応募してくるんで、うん、すごい倍率は厳しいらしい。へー。実際に応募して落ちたっていう人もいますし、うん、でも、僕の知り合いで2人ぐらい、そのお金で学校行ったっていう人も実際いますし、まあ、なんか、やらないよりは、やってみた方がいいんじゃないかなとは思いますね。うんうん、まあ、上野くんもそういうのを活用しながら、まあ、受かればそのお金でフィルムスクール、すごい有名なフィルムスクールも行けてっていう、そういう道を思い描いてるっていうことだよね。それはもしそのフィルムスクール受かったら通るか通らないか別として、うん、まあそういうのを使っていきたいなとは思ってます。わかりました。はい。まあビザの話とインターン制度の話と。で、ここからは日本で映画とか CM とかを作ってるクルーの体制とアメリカってまた違うと思うんだけど、はい、じゃあ実際その目指しているアメリカの映画産業が、はい。どういう、部署がいて、どういう働きをするみたいな、はい、そこら辺ちょっとおさらいというか、はい、ざっくりまとめてもらっていいですか？ということで、いかがだったでしょうか？僕自身は実際このビザに関してはあんまり詳しくないんですけども、自分の周りでも昔から結構才能ある同僚が同じようにアメリカ進出に挑戦して、でこのビザが原因で帰国してくる様子っていうのをよく目にしていました。それぐらい大きなトピックっていうことですよね。ということで、次回はデジタルシネマの教科書ともいえるアメリカの映画の世界ではどんなスタッフ構成で撮影をしているのか、どれぐらい稼げるのかみたいな情報をシェアしていければと思っています。日本で動画撮影される方もぜひ参考にしてみてください。ということで、皆さん今日も良い一日を。ではまた。